福島第一原発における政府の事故調査検証委員会は最終報告を7月下旬にすると発表しました最終報告の取りまとめの時期ですがより具体的に7月下旬を予定することとしました会見した畑村委員長によりますと事故直後の官邸の意思決定の状況や原子力安全委員会の動きさらには枝野前官房長官が使った 直ちに人体に影響を及ぼすものではないといった表現についてまで、政治家を中心にした関係者のヒアリングを行うとしています。また、アメリカ、フランスなど海外の専門家を招き、来月下旬に福島第一原発を視察して助言ももらうことにしています。<laughs>